リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリトです。ようやくね、うららちゃんが動画にも出れるぐらいこう体調が復活してきたので、ちょっとねそちらの報告も兼ねてというところです。まあ、まだちょっと事故言っちゃう部分はあるんですけれども、ちょっとだけ経緯を言うと、あのうさぎちゃんがかかるというふうに言われているエンセファリトソーンっていう病気にですね、このうららちゃんはなってしまいまして、ちょっと下半身がちょっと不随にね一瞬なってしまうことがありまして、はい、で治療をねしっかりしていって、まあいい形にね治ってきたというところでございました。で今下半身も普通に動くようになりました。ただ病院の方だったりとかにねちょっと長い間いたりしたこともあって、帰ってきた後ですね、ちょっと威嚇の強い子になってしまって、もともとは結構ベタベタ私の手の上に乗ってくれる子だったんですけれども、ちょっとね気が荒く、気性が荒くというかねなってしまって、でちょっとずつね慣らしていったんですけれども、最初帰ってきた時は手にも噛みつくし、もう動くとジコジコ言うしっていうので、結構ね放置する形をとって、で1週間ぐらいそのままで、まあ家のね環境もいろんな匂いがするので爬虫類とかもいるからねっていうので、ちょっと落ち着かなくて、でだんだん落ち着くようになってきてから、まあ最初動画撮れたらなと思ったんですけど、動画撮れるところまでは来なくて、携帯スマホにねピョンって飛んできたりとか、あとは今ケージやって今開けてるんですけど、ああいう風に開けるだけでもピョンって飛び出すぐらい危なかったので、動画撮りながらではなくて、両手私が使える状態っていうので触れ合うようにしてました。なんですが、やっとですね、私が片手で携帯電話を持っていてもピョンって飛び出さない落ち着いた状態まで来ました。ただまあやっぱりちょっとは事故言うんだけどね、ちょっとお顔見せてもらえる？うん、可愛いお顔してますね。ちょっとね寝てるんでやめてくれって話なんでしょうけどでこれね、とある方がくれた本当はカイロをね入れておけるケースなんですけど、それカイロケースとしてはじゃあなくてですね、もう完全にポーチとして使っていて、その中で寝ております。事故は言うけど大暴れはしなくなったので、ひとまずはねいいところ。こうやって触らせてはくれるんで、ただ事故はねどうしても言っちゃう。それはちょっと癖になっちゃったんじゃないかなとは思いますね。挨拶代わりの事故っていうのもありますからね。威嚇のつもりで泣いてないよっていうタイプの子とかもいるんで、全然で威嚇というか事故って言った後に全然ケロッとしてて、こうやって触らせてくれたりとかする子も全然多いんで、事故言うのもなんか癖になっちゃってるだけって思っちゃうと結構楽だったりします。この子は多分ね癖になってるね。でもこうやって触らせてくれるんで、まあただまだね手に乗っかったりとかっていうのはちょっとたまに嫌がりますね。少しずつ慣れていってもらいましょう、うららちゃんには。うららちゃんもうちのアイドルなのでちょっとねいろんな子がいるから動画に出やすい子出にくい子っていうのはいると思うんですけれども、うららちゃんもようやく動画に出れるぐらいにはなりましたね。はるくんもね最近バンバン動画出るし、ギョロもハロも全然動画に出れるぐらいになってる子たちだし、で最近来たパッチャもね動画になるような子なので、はい、今動画で映せない子っていうのはほとんどいないんじゃないかなと。西で言ったのはあんまり触れ合いをしないサンショウとイモリが動画の率が低いぐらいで、何やってんの、かわいいね、ハルくんはしご登ってる。あんまりにもかわいいからちょっと通るね、ハルくん。どうしたの、何してんの、ハル。またそのはしご好きなの。
春かわいいね。急に出てきてどうしたの。春もねちょっと痩せてたんですけれども、しっかり太り始めましたね。あのいい体格になりました。でね、そうこの子たちのケージにね、もともとうららちゃんがあの入院してる時とかに使ってたおもちゃを各部屋にちょっとずつ足しました。ブランコ入れたりとか、こっちにははしごを入れたり、あとあそこにチェーンを入れたりね。でこっちはうららちゃんじゃないや、ギョロとハロの部屋にはこの縦置きのねこの鎖みたいなやつ入れて、あとあそこに登り木を入れて、でもうちょっとね本当は入れてあげたかったんだけど、あんまり遊ばなかったからやめました。でパッチのところに2つ、あのこのカゴのやつね、あのうららちゃんが写真撮るときにちょっと使ってたやつ、それと奥のところのあれね、あの潜るやつ、あの潜るやつでもあれだな、うららの方に入れてもいいな。まあでもそれ状況見ながらだな、っていうところでございます。あとね今ちょっとここお部屋をねこう全く近い状態にしていたので、間に、ね、今パネルをかませてるんですよ。パネルをかませるとあのヒーターの温度が、よくよく考えたらあのこっちの方の部屋は暖かくなんないんじゃないかなって今ちょっと思ってて、ちょっと冬使ってみてどうなるか確かめてかなと思っております。まあただ保温球だからな、いけるのかな、ちょっと使ってみないとですね。まあパネル自体は耐熱性なんで燃えたりはないと思いますけれども、そう、 うちはねあのヒーター1個と上にもヒーターがあってっていう感じになっております。何してんの君、かわいいね。うららはケースに戻しましょう。出ないね、顔だけ出した。眠いってさ、じゃあ眠いみたいなんでいつものねこのポーチはね、このごめんこのカゴにねいつも入れてます。そう、あの替えもねいただいて、こんな感じで、で青いのが2枚あって、青いの2枚は春くんに、そしてこっちのねちょっと落ち着いた、なんて言うんだろう、色白っぽい系のやつね、のこっちの、あと今あれ入れてた白いやつっていうのはあのうららちゃんにっていう形にして交換でできるように。でポーチは今あの私所属させていただいてるモモケンのポーチ使ってるんですけど、モモケンのポーチは洗ったら、うららちゃんはこのこれそれこそねモモケンの方にいただいてすごく愛用させていただいてるんですけれども、このモモケンの三角形ポーチをここにぶら下げるようにしてます。で横のモンチッチと後ろにねチロルチョコのやつがあるんだよね、のポーチは、ハルくん用なんで、ハルくん、まあ、みんなにね一個ずつあのモモケンのポーチは買ってあげて、ピンク緑青赤っていう形ですね。ただまあちょっと汚れてきたりするとね、あの洗濯は必要なので、洗濯物した時にはこれ中入れといてあげよう。よいしょ、小バエが飛んでるね、どうしても仕方ないんだけど、はいっていう感じでね。でギョロちゃんたちはあれを変えたら、あそこにあるねギョロメちゃんのポーチ、あのマイクワゾウスキーのポーチと、あの奥にもね1個マイクの模様のついてるね、あのこういうハンモックタイプのポーチがあるんで、そのポーチを入れてあげてます。なのであそこは3種類交換できるようになってます。で、ここのパッチは今悩んでます。どれ使おうかなって、もらったこれを使ってあげたいなとも思ってるんですけど、このねモモケンでもらったこのポーチも使いたいなと思ってて、まあこれ一人で使うんでちょっとでっかいんだけど、でも似合いそうだなと思ってこっちにしようかなと思ってます。これはそれこそあのギョロとギョロちゃんたちもね 1,2,3
そしてももけんでしょ。でこれを 1,2,3 にしてももけんの4つで 1,2,3 ももけんのポーチっていう形に春とうららもしてあげて、で替えがねそんなにちょっと多くなくはなっちゃうんだけれども、あのパッちゃんをこれとモモケンのポーチとあの床置き用に私が作ったあのポーチがあるんだよね。今はねちょっとちっちゃい子だから床置きにしてるんだけど、ゆくゆくは壁にかけると思うから、それは壁にかけるっていう形にして、なんだろう、3個のローテーションの方でもいいのかな。あとここにもポーチあるし、うん、っていう風にも思ってます。そう、あれはあのハンモック系はなんだろうな、うららちゃんとかはるくんに使ってあげて、あの横のせっかくもらったポーチとこのポーチと作ったポーチと、もう一種類ぐらいなんかポーチを私が作れれば、それ使ってあげるとなんかいい感じになるんじゃないって思いながら、ああごめんごめん、ちょっとどうしてもね自己自己ちゃんなので、一瞬事故るっていう言い方あれだね、事故事故言うんだけど、本当一瞬なんて噛みついてきたりは全然しないんで、こっちがもう怖がんなきゃ OK です。あ、でもここあのポーチあんのか、あのお宝箱ポーチがね1個、こっちも奥に追いやられてるけどあるから、悩むね、レイアウトとかポーチの置き方とか。まあでも三角形のポーチと普通のね、モンチッチとかのあのポーチがあったらいいのかな。そうなるとでもこの使ってあげたいんだよな、うん、春とうららでいい気がするんだよな。でここのね、あのパッちゃんはそのモモケンポーチ、それあとあのしましまポーチでいいんじゃないかな。あ、あと横のね、あのちょっと大きめなポーチはあの外に出してもみもみ、あの体を触るとき用に使ってるポーチです。手をねあの丸ごと入れられるんで、あのポーチだとって言ってもこれポーチって言ってるけど、これあれなんだよね、本当はこれ逆の逆さなの、こっちが中で、こっちが本当は外なの、ひっくり返してるんだね。モコモコの部分を中にしたかったからひっくり返して使ってるポーチだからね、ちょっとダサい、中がモコモコになるように使ってるやつ。まあでもそれでもいいかな、なんかポーチ悩むな、どれ使おうかなって。でもさっき言ったポーチの使い方でいい気がするな。これはハルト、こっちハル、違う、こっちウララで、こっちハルくん、ハルくん初音ミクのやつでもいいんじゃないかな。そしたらね、これも使えるし、これ使ってみたかったし、モモケンのやつで、あそこのね、ピンクのも可愛く使えてるし、それでいいかも。そうしよう。あとおもちゃの感じも今いい感じに全部入ってるし、これ以上ちょっとうららのケージにも入んないしね、春のケージもこれ以上物入んないし、うん、全員いい感じで入ってるし、あそこの潜るやつはあのうらら使って最近使ってくれてないから、あのパッチンに使ってもらいましょう。パッちゃんは今あの奥で寝てるね。はい、っていうところで本日はね、うららちゃんのお話プラスなんかちょっと話がそれて、あのケージのお話になっちゃいましたけど、ポーチそんな感じで使ってみっかな。うん、はい、っていうところでございます。また、次回の動画を見ていただけますと幸いです。よかったらチャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローなど、まあ、インスタとかもやっております。探していただいて、そちらの方 TikTok とかもねやってますので、よかったら見てみてください。では本日は以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、ピントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。